こんにちは、フランケン劇場です。最近ですね、朝晩も非常に寒くなってきて、秋らしい季節になってきました。秋といえばスポーツの秋、食欲の秋、野趣の秋、アンチェラ背景、この動画見ているあなたはどこで何をしているのだろう。そそしへどにしようか悩んでませんか。本日は秋といえばこれというサンマの塩焼きを作っていきたいと思います。まあ普通にサンマの塩焼きをするのもちょっと面白くないなと思って、本日はお祝い事とかでよくされる塩釜焼きをやっていきたいと思います。それではいきましょう。はい、まずは卵白3つと塩1キロを混ぜ合わせます。そこにね、小麦粉大さじ3を加えてさらに混ぜます。どんなアングルやねん。いい感じに固まってきました。はい、続いての材料はノンアルビール。いや、お前が飲むんかい。はい、それでは塩釜を作っていきます。水で戻した昆布でサンマを巻きます。はい、塩釜ができました。塩釜ってなんかよく絵を描いたり文字を描いたりするんですけど、フランケンは何を描くのでしょうか。最高ピー。今回はね、この網で焼くんですけど、このまま乗せるとね、塩が崩れてしまうんで、表面だけパリッと固めていきます。続いて裏側、これ大丈夫か、割れたでないか。おい、リカバリーリカバリー。はい、裏面も綺麗に焼き目がつきました。硬いですね。続いて網に移します。気をつけろよ。おい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 、変な音したぞ今。めっちゃ割れとるやんけ。リカバリーリカバリー。バーナーで復習していきます。はい、できました。で、塩釜焼きっていうのは塩釜の中で蒸し焼きにしていくんで、火を入れるのは片面だけで大丈夫です。20分焼きます。上の方まで温まってきてますね。しっかり蒸せてます。火を止めて、さらに20分蒸らしていきます。外していきます。大丈夫か？めっちゃ硬いですね。うちくはちょっとハンマーがないんで、モンキーレンチで外していきます。サンマのいい匂いがめっちゃしてきてたんですよね。お、中身はどうなのでしょうか。ん？なんか焼き目がついてないんで、煮えてるのか煮えてないのかちょっと不安ですね。まああったかいですけど。おお、中までしっかり煮えてます。よかった。うん、うまっ。はい、お白飯炊けんかな。あと14分。うん、いい塩梅に塩が入ってますね。めっちゃフィッシュが。ご飯がめっちゃ進む。塩釜焼きやる前は塩焼きも塩釜焼きもそんなに変わらないかなと思ったんですけど、全然別物です。塩焼きの場合は焼いてる時に魚の脂がポタポタ落ちるじゃないですか。まあそれが
パリパリになって美味しいっていう部分もあるんですけど、塩釜焼きは油が外に逃げなくて全部中に入ってるんでめっちゃジューシーですね。乾杯。ノンアルビールってキレも最高ですよね。最後まで美味しくいただきました。それでは大喜利でグッバイ。